あもう絶対なかったですね、はい、あの僕も24歳でになる年で目指せる最後の年だなんていうのもあったのでその監督になられ,るとなられた年の春のキャンプの時に部屋に、えー、訪ねていきまして勇気を出して「是が非でもプロに行きたいんです」と「バッティング教えてくださいと」と <laughs> 勇気を出して <laughs>、えー、行きました。9時ぐらいに訪ねて行ってっ ノックするのを10分ぐらいたたじって勇 <laughs> 気を出してノックして <laughs>「どうしたんや?」って言われたんでまあさっき言,言ったようなことを言うと「まっわれ」と言われて「コーヒー飲むか」と言われてコーヒーを出してもらってもうそこからもう飛んでしまいましたねもはいまあでもそのバッティングを教えてくださいということを尋ねたところいろんな話をしていただきました。